なんか服装変わった？気のせいかな。なんか足跡面白いな。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、出発してこう。はい、出発。お、すごい。アテンションプリーズ。当機は間もなくレモンヘルメットに到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前10時37分。天気は晴れ。気温はそれなりでございます。当機は間もなく着水いたします。いいね、いいね。ほい、ってことで、レモンヘルメットに到着。わかるかな？ここにルーレットが。そう、ルーレットの使い道をね、ちょっといまいち私はまだ見出せていないのだけど、島全体がスゴロク風の島になってるらしいです。すごくない？すごくない？でもこれあれよね、一回一回ここに戻ってきて回すってことなのかな？あ、ゴールそこないよね。なるほど。え、あれ、旗は一体、レモン？あ、レモンとヘルメット？ヘルメットをかぶったレモンや。かわいい。なんでヘルメットなんやろ。一応なんか動物の森ではさ、リセットさん推しらしいんやけど、それでかな。ってことでまあ、とりあえず、あれやね。まあ、見て回りますか。入り口入ってすぐのところでは。ここでお花見？いいね、いいね。春なんやね、季節的には。この島の季節的には。ふんふんふん。あ、浜辺にもあるんやね。ここでルーレットを回すっていうことなんかな。誰かルーレット係みたいな人が追ってくれたら楽なんかな。これ何？貝か何かか？キノコではないよね。貝よね、多分。お、見て。ほら、もうなんか周りにめっちゃスポーツ用品が体を鍛える系の子なんやね、きっと。はい、そして、あ、いいね、外で。ここは中華風、チャイナ風な感じかな。誰ちゃん？フララ。あ、フラミンゴの子や。なるほど。あ、すごい！見て、ちゃんと滝のところから。なるほどね。そういう感じで組み合わせるの。いいね、いいね。このプラスっていうのは、もう一回触れるってことかな。多分ルーレットマークのところで、触れるんだと思うんだ。あ、いいね。この博物館の外にさ、地球儀。なるほど。そういう感じ。ほうほうほう。なんとか、多分オープン10周年とかそんな感じや。たぬき商店、そんなん立ってたのか。え、これかわいい。これ何屋さん？小物系かな？なんか、ん？動物？リスとかウサギとかある？一番右はなんか、なんやろ。バイオリンではないね。もっとでかいやつやね。あの辺の弦楽器の種類がいまいちよくわからんくって、私。あ、なるほど。こういう感じで、なんていう、手作りアクセサリー、ハンドメイドアクセサリーの店みたいな感じにできるね。あ、かわいい。そっかそっか、こういうのいいね。何屋さんなんやろ？こっち側は、一応なんかコーヒーと、ジュース？こっちはかき氷やね。ふんふんふん。あ、でなんか裏側も、お店って感じ。こっちなんか、これかき氷やけんね。多分これ業務用冷凍庫で中に氷がいっぱい入っとるってことや。なる、あ！リセットさん。ほら、リセットさん。めっちゃいいやん。これは電気注意ってことかな。どうも。ひなこ。ん？見ない顔だね。島の外から来たお客さんかい？ああいうのって言うんだ。うちはひのこ。あんたを歓迎するよ。
嘘だからって遠慮は無用さ。まあ自分の島だと思ってのんびりしていきな、フレア。全体的に鳥系の住人ってことかな。なんかさっきね、島に着いてすぐのあの上から見下ろした感じも、誰、あの子やね、あの子がなんか歩き寄ったし、フララもあれやろ、フラミンゴの女の子かなんかやろ。で、ここがお家、お邪魔します。リセットさんの絵が良き。お、なんかすごい落ち着いた感じやね。お、そして絵が飾られてある。イラストレーターさんとかそういうこと？なんか書き物がいっぱいあるめっちゃいっぱいある。あの鹿のやつやっぱりすごい気になるんよねすごい気になるんよね。あ、なんかご飯食べようかと思ったら、ゲーム？人生ゲームみたいなのと、あとパズル。なんやろこれ。何かしらの前デザ。前デザよね、多分これ。はい、それじゃあ左の部屋へ。はい、そして、お、なんか豪華なベッドが。豪華な、中華風のベッドやね。音楽も中華っぽい感じやし。ん？これは、これあれよね、イースターの壁紙よね。私、イースターの壁紙こんなにまじまじと見たことなかったんやけど、こんな感じやったんやっけ。うさぎ模様とかも入っとったんやね。卵だけやと思っとった、勝手に。もうすでに私は取り払ってしまったけれど、イースターの壁紙。あ、かわいい。この上に置いてあるこの本は多分、棚とは別よね。このパステルチックのやつかわいいな、欲しい。子供部屋に。あ、でも、どうかな。子供部屋というよりも、高校生ぐらいのこの部屋の方がいいかな。はい、そして、こっちから行けなかった。こっちから行けなかった。はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、こっちは、ま、お風呂場とか水回りやね。こんな感じで。ちゃんとしたタイルや。これ何？なんなんやろ。何かしら。元素記号的なやつ？全然違うかもしれんけど。あれなんて読むんやろ？英語？英語じゃないよね。なんとかなんとか、オブ、なんちゃらかんちゃら。わからない。すごい、お風呂場に飾っとる。この縦のやつ。あ、え？こんな感じにできるの？これ窓？もうカーテン開けれんね。窓とか、あったっけ？そこから。窓とかあったっけな、横の部屋。覚えていないや。はい、そして、右側の部屋へ。おー、音楽スペースやー、すごい。え、めっちゃすごい。こんだけ所狭しと飾っとったらなんか、圧巻やね。え、すごい。めっちゃ綺麗なんやけど。こんなにあるんだな、すげえ。へえ。多分ね、見たことないやつとかもある気がする、まだ。ね。へえ、すごーい。ね、こんだけ揃ったらすごい綺麗。なんやろ、何の研究しようんやろ。黒板が気になる。いいね、いいね。ここでいろんな曲が生まれているのか。なんか、あれよね、乱雑に置かれてそうで、でも、リアルな感じするよね、めっちゃ。へえ、すごーい。これさ、さっきちょっと気になったんやけどね。ここに飾られてある絵、これあれかな？多分ね、VTuber さんをしとったって言ってけん。その人たちの絵ということかな。私 VTuber さん全然ね、詳しくないけんあれないけど。ね、あれ。あそこにあるさ、ちっちゃいモニター？
あのテレビ。え、めっちゃちっちゃくない？あんなサイズの壁掛けテレビがあるん。てかなんかすごいさっきからね、何のアニメなんやろってめっちゃ気になるんやけど。でもなんか、外国の方のアニメって感じがする。あの、トムとジェリー的な感じ。はい、それじゃあ2階へ。お、上。あ、いいね。なんかこういう感じで組み立てるというか。そう、このコーナーのやつとかさ、いろいろ、持っとるんやけどさ、どう組み合わせていいかが。こうちゃんと交互にね、いろんなやつがあったら。あ、ここにもあるやん、ちっちゃいモニター。あのちっちゃいモニターめっちゃいいな。超いいな。あ、一応あれなんやね。たまたま私が見かけたのが、鳥系住民っていうだけで、鳥系だけじゃないんやね、この、島におるのは。すごくね、私がたまたま見かけたのが全部鳥っていうの。鳥系住民の島かと思ったよ。サーキュレーターのピンクいいな。あ、こっちにもサーキュレーターあるやん。いいね、涼しいっすね。めっちゃ涼しいっすね。で、やっぱりみんなこれ、あれやんね、ぬいぐるみ飾っとんやね。母からのぬいぐるみ。いいな、チェスとかなんかいろいろ。ボードゲーム系とかもなんか、いっぱい充実しとんやね。あつ森。はい、お邪魔しましたなんか服装変わった？気のせいかな。なんか足跡面白いな。なんか浜辺に残る鳥系住人の足跡面白いな。いいね。お、この辺は。一応なんかすごい、花がまとめられてて。あ、あの子やね、フララ。ほら、鳥系住人ばっかりなんかばったり合うんやって、私。あ、一応ね、この、ま、島全体が、お、島全体がスゴロクの島になっとるんやけど、ちょ、こっちこっち。なんか一周したら、なんか四季を巡れるような感じにしとるらしくって、やけん多分ここが、ね、春の桜、お花見っていうことなんやろうね。やけん、ここを順番にこう辿っていくと、次には、夏がやってくるはず。これはあれなんかな？ほ？これはこっちに行くんだろうか。いや、でもこう、飛び越えていくってことかな。いや、じゃあ私は橋を渡って。あ、いいね。なんか、見える位置にこう、二つの橋、別々の橋が。何？なんかあっこになんか、タンスがあるんやけど。そしてフラミンゴに囲まれた道を通って。ここが夏ってことかな？多分。いや、浜辺やけん、まあ、そういう感じのものを並べとるだけかもしれんけども。やっほー、ローラン。いいな、干物。干物いいな。スフィンクスとかもあるやん。あれは？石の壁か。石の壁、何気に私、買ってないような気がする。買っていないような気がするよ。はい、そして。ちょいと待って。なんかいろいろと私、ここは通れなかった。いろいろと逸れていく。じゃ、こっちの方向やね。七夕とか、夏だね。あれさっきなんで通れんかったんやろ？通れるやん。ここに引っかかったってことか。なるほどね。あ、いいね。ゴムプールいいな。ゴムプールって、あれか？たぬきショッピングかなんかであったっけ？なんか横にちゃんとこれ道が分かれとんやね。なんやろ、スゴロク用の道と一般道ってこと？かな？あ、やっぱこういうね、住人の家の前のこういうタイルを敷いていくのもすごいいいよね。はい、そして。これか、リセットさん、工事の看板に出てくるって言ったの。なるほど。ここでだけ、リセットさんに会えるんやね。今のところ登場予定はないんかな、リセットさん。悲しい。ん、奥の方には竹が生えてる。
竹もね、なんか生やしたいなと思いつつ、なんかめっちゃ生えてくるっていうやん。めんどくさくなりそうで、植えてないよね。あれ、タケノコ植えたらいいんやっけ。はい、そして奥。ここからは丘の上に入っていくんやね。何？なんか虎。なんか虎が。びっくりした。あ、私がこれを踏んづけたっていうことなんかな？この辺夏のゾーンやろ？株が腐っている。あ、これちゃんとあれや。ちょっと待って、吹き出しが邪魔。ちゃんと中動きよるの見えるんやね。このアリの観察のやつ。こういうの見るの好きなんよね。小さい頃アリの列とかめっちゃ見よった。この上は？また絵が飾ってある。あ、すごい！なんかここ好き。なんかここの雰囲気すごい好きなんやけど。いいね、いいね。やっぱこういう風に色々とね、一軒だけじゃなくって、こう家とテントみたいな、こういう組み合わせてね、一個の大きい施設みたいな感じにするのすごいいいな。私にはそういう発想自体がまずなかったんよね。ほら、ここまでが一個ってことやろ？え、なにこの人大金持ちか何か？めっちゃ敷地広いんやけど。超敷地広いんやけど、しかもなんか、島の一番高いところに位置しとるし。なんかこれあれやね、砂時計みたいやね。砂時計の砂が下に落ちていきよるみたいな。ほら、なんか、こういう上からさ、下々のものを見下ろしよるみたいな感じやん。そしてテント。おー、なんか結構きっちりしとった。え、なんか3人分ベッドあるんやけど。ここ、あれ？なんかお客様用みたいな。そういうことかな。てか、ゲームまであるし。これ何？麻雀？麻雀やね。一瞬上海かと思ったけど違うや。麻雀やね。私、麻雀のルール全然わからんねよね。小学生の時にさ、麻雀系のゲーム持っとったんやけど、覚えれんかった。はい、そして。あとはここお家ってことよね。お邪魔します。おぉ、びっくりした。やっぱ多分お金持ちなんやわ、ほら。家にこんな、これはピアノというんかな。なんて言うんやっけ、これ。教会にあるやつよね。足元の鍵盤こんなんでかいんやね。え、かわいい。ぬいぐるみこんなパターンもあるん。超かわいいやん。これはこういう模様なん。落書きされとるわけじゃないよね。へぇー。メイドさんとかがおるんかな。でもそういう感じの家っぽい感じするわ。ピンクの冷蔵庫あるやん。かわいい。私んとこ黒とか白とかないよね。はい、左の部屋は、またでっかいベッドが。見て、なんか、布団めっちゃはみ出しとる。あ、なんか下のシーツまでフリフリなんや。へぇー。こんな感じで、高そうな着物も持っていらっしゃるのね。ここは多分、年頃の娘さんの部屋。多分でもきっとちっちゃい女の子もおるんよね。このスペース的に。お絵かきしたり、積み木遊びしたり。はい、そして奥の部屋へ。あ、奥はお風呂とトイレ。壁が面白い。なんか壁紙面白いね。あ、そしてこっちに洗濯機もあった。さ、私このタイプの洗濯機しかないんよね。だけどなんか、ドラム式の洗濯機。があったしまったけど、めっちゃいいなと思う。お、スイッチが入ったよ。揺れ出した。はい、それじゃあお邪魔しました。いいね、なんか、こういう広々とした庭。庭にさ、
ャンプサイトみたいなのあるやん。めっちゃいいやん。じゃあこっちの方向に行きますか。お、外に。え、なにこれ。これさ、あの、私の家に、家というか私の島にあるやつさ、色が違うんやけど、この、なに？この模型というか、これもなんか季節みたいなのあるん。多分私のところの夏っぽい感じやったけど、これめっちゃ秋じゃない？季節。すごーい。へえ、そういう違いがあるんや。あ、こっちにも置いてある。この辺からもしかして秋ゾーンなんかな？お。さあ、こっちが、あ、ここにもルーレットある。ここにもあった。あらゆる場所にあるんかな？もしかして。この辺は果樹園か。お。この辺が果樹園で、そして、この奥。見て、リセットさん。リセットさん。よきよきよき。ここが多分ね、ま、この、リセットさんの休憩所。海を眺めながら、たまにはね、もしかしてこのマンホールの下に、リセットさんとラケットさんの居場所があるのではないだろうか。一旦作業中断して、あそこに座って、ちょっとゆっくり、のんびり、ね。いいね。まあ、常にカリカリしとっても。まあ、集まりになって、こう表に出てくることもなくなったけんね。ゆっくり、のんびりと過ごしていただきたいよ。あ、すごい、いいな。なんか公園めっちゃいいな。なんなんやろ。私も公園を作っているはずなんだけど、作っているはずなんだけど、なんか全然雰囲気が違うな。なんかすごい綺麗。このタイヤのやつってあったかな？こういう方向で座るの？どっち向きでもいけるのか。え、かわいい。あ、なるほど。このキックボードとかで遊びに来てる子がいると。三輪車もあるね。そしてやっぱ、砂の城とか置くよね。浜辺。砂の城のね、砂の色も違うっていうのを、この間別の島で見て初めて知ったけん。なんかこう、ね、あの家具の色とかも、島によって違ったり色々するけん、面白いよね。そうなんやっていう発見が。あ、どうも、ジェシカ。おや、会うのは今日が初めてだね。うちはジェシカって言うんだ。あんたの家はどのあたりだい？え、ユスの島から遊びに来てるって？うんうん。アイノはアイナ島から来たのかい。この島は気に入ってくれたかな？気が向いたらいつも遊びにおいでよ。歓迎するからさ。フレア。ねえ、フレアって何？お、スパークやん。懐かしのスパーク。あの、私の、何？あの、飛び盛りの時やったっけ？追い盛り？か？追い盛りかな？ミスパークがおったんよね。あ、すごい。あ、これをあのネットの代わりに使っとるってこと？そう、私、ビーチボールはゲットしたんやけど、どうしようかなって思いよったよね。どういう風にこのビーチバレーの場所を、ネットが欲しいなって思いよったけど、そういう感じにできるんか。なるほど。いいね、いいね。あ、かわいい。なにこれ、めっちゃかわいいんやけど。あ、ほら見て、冬もかわいいな。多分私のところのは夏なんやけど。なるほどね、秋と冬があるわ。あれは、タケノコ？タケノコ型ランプ？ランプかな？ランプや。そんなものもあるのね。ここはもう気軽に、足湯みたいな感覚かな。ん？ではない？あ、いいね、卓球。温泉といえば卓球。え、めっちゃいいやん。へえ、なるほど。え、すごい。私も卓球台ゲットしたらそういう風に置こう、組み合わせて。今のところまだ全然ね、ゲットできてないけん、あれやけど。そして蜂。なる、え、蜂って飾ったらこんな感じになるん？
普通にこういう虫かごに入れられるんやね。なんかちょっと違う感じになるんかと思ったけど。お、そしてここにも、これ多分 VTuber さんたちの絵ということね。よっ。ここは、あ、ここはキャンプ場？何これ、楽器？すごい。めっちゃ叩き寄る。そしてここね、キャンプサイト。おー、いいっすね。あとこれ、あ、こういう感じで組み合わせて、あ、なるほどね。ほんとや、同じ色。これ組み合わせて使う感じなんか。そう、このテーブルもあるし、この椅子もあるんやけど、組み合わせるって全く思わんかった。全く思わんかった。そっかそっか、そういう感じで使えるのか。なんか外に置く用のテーブル、なんかこれ外に置く用のテーブルやなとは思ってんやけど、なんか自分が思っとるのと違うって思って飾ってないんよね。そっか、そう組み合わせたら自分が思っとる感じに見えるわ。確かに見えるわ。なるほど。いや、なんか他の人の島尋ねたら気づくことだらけだな。気づくことしかないな。このマークはなんか意味があるってことなのかな？ね。なんか最初上で見た時にさ、普通に関係ないんかなって思ったけど、多分これ意図的にこういう形にしとるってことよね。やっぱり砂時計マーク？違う？なんか、今はさ、読み込み中のマークって、ぐるぐるマークやけど、昔のパソコンって、ああいう砂時計マークでよってことね。知らんかな。知らんかな。どんだけ昔のことか、ちょっといまいち分かってないけど。ん、あそこにも。もしかして12星座のやつ飾っとるんかな。すごい。なんかそういうモニュメント的な感じでさ、こういう、何？水辺の、水辺のところに飾っていくっていうのもなんかあるよね。ああいうちょっとした陸を作って。あ、これちゃんと、左右あるのか。え、これひっくり返して飾っても多分裏側が見えるだけよね。あとやっぱり左右分があるということ。そう、私これね、博物館横のカフェスペースのところに、博物館のカフェですよ、みたいな感じで印で置いとんやけど、そう、なんかもう片方もあればいいなと思ったんやけど、あるんやね。なるほど、なるほど。そしてここが広場。広場一番最初に見たよね。確か。なんか旗を、旗のマークを見に行ったような気がする。これで全部の建物は回れたかしら。あ、建物はもう、あれか、3軒。回ってるね。ふんふんふん。あの奥のとこは行ったんかな？あの奥、一番奥のあのスペースは？ここが公園やろ？あ、でも上がれるところと上がれんところがあるんかな。よいしょ。スペース的には、あ、いたところか。あ、奥のスペースはこの上のところやね。なるほど、なるほど。ちょっと今地図で見てもね、こう行き切れてるのかどうかが。謎で謎で。あ、いいね、こういうの。サボテン、なんかこれを外に飾る発想がなかったけど、ああいう、家の前とかに飾ってもめっちゃ綺麗な感じするね。なんかテーブルの上とかに飾る用の観葉植物としか思ってなかった。なるほど、そっか、外に。こういう、パンジーとかもこんな感じで飾られるん？一輪挿し？なんか、鉢植えみたいなの飾ってくれたりとかせんのかな？花とかを全然飾らんけんさ、いまいちどういう風に飾られるんかがわからんねえけど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、一応、まだね、作りよる途中の段階らしいんやけど、でもこれ、ね、完成したらめちゃくちゃすごいことになりそうじゃない？てか、島全体をスゴロック風にするっていうの、発想がすごい面白い。私もあのルーレットをね、もうちょっとなんかこう、活用できるようにしたいけど、いまいちできてない。